皆さんこんにちは、三枝ゆなです。本日僕が紹介させていただく楽曲はレインドロップスセカンドミニアルバムオントロジーに収録されている楽曲ラブヘイトです。こちらの楽曲の特徴は、なんといってもめちゃくちゃかっこいいギターサウンド、ギターロックサウンドですね。それとあとサビのキャッチーなメロディーとか、あと6人のコーラスが重なるパートがすごくエモーショナルで、すごくかっこいい楽曲になっています。まあ、そしてなんといっても、こちらの楽曲作詞したのが私三枝ゆなでございまして、まあどういうことを考えて書いたかって言いますと、まあなんかこう好きと嫌いって紙一重だよねみたいな、サビの最後に大嫌いで大好きですっていうフレーズがあるんですけど、まあこのフレーズをきっかけにこの曲がまあ生まれたというか、なんだろうな、こう好きと嫌いって、まあ、裏表のようで実はこう平行に走ってるものだと思ってて、なんかこう好きなところもあれば嫌いなところもあるよねみたいな とこなんですけど、まあ、それってどういうことかっていうと、例えばなんかもうすごい嫉妬して苦しい嫌いやっていうのと、やっぱその嫉妬するぐらいその人に魅力があってすごい大好きだなって思うところみたいなのとか、まあいろんな好き嫌いがあるんですけど、まあ、そういうものを、まあ、この曲ではその恋愛というものに例えて、曲が書いてます。でもいろんな解釈ができると思うので、皆さんこの曲を聴いてどういう解釈をしたのか、よければ、僕に教えてくれたら、嬉しいかなというふうに思います。これからもレインドロップスの楽曲楽しんでください。以上、レインドロップス三枝ゆなでした。バイバイ。盛り上がってるね東京。くつけ飛ばしても当てどもなくてため息転がってた下手せん空を見た放課後のボール